ついにこの日がやってまいりました。記念すべき第1回ジュニアユースワールドチャレンジ決勝戦。決勝のカードは優勝候補筆頭としてここまで勝ち上がってきたヨーロッパナンバーワンチームドイツと、イタリア、オランダ、セネガル、アルゼンチン、そしてフランスと、あまたの強豪を撃破し驚異の快進撃を続けてきた日本の対戦です。果たしてこのジュニアユースの世界大会、その優勝の栄冠に輝くのはどちらのチームになるでしょうか。決勝戦、翼、お前はとうとう世界一を争うこの場まで来たんだな。翼、俺はやはりロベルト、バルバス監督、こんにちは。来ると思っていたよ。君の教え子の晴れの舞台なのだからな。バルバス監督はやはり翼をスカウトに。ああ、今日の試合が終わったら正式に話をさせてもらおうと思っている。翼がアルゼンチンに来たらまた勝負ができる。そうしたら今度は借りを返してやるぜ。バルバス監督、今日の試合どちらが勝つと思います？まあ残念だがドイツだろう。いくら日本に翼大空がいるとはいえ、ドイツには勝てまい。ドイツの選手層は厚い。もしうちにスカウトできるとしたら何人と交渉することになるかな。だったらもし日本が勝ったなら、そのスカウトの話待ってくれませんか。え？俺が先にブラジルに、俺のチームにスカウトします。ロベルト、ついにここまで来たんだ。3年前の全日本少年サッカー大会で彼らを見たとき、私は日本サッカーを変えるのはこの世代だと直感し、これまで強化を図ってきた。特に大空翼、彼がブラジルに渡らずに日本に残ったのは日本サッカーのためには良かったのかもしれん。翼という格好の目標ができ、打倒翼を目指して同じ世代の選手たちが燃え、自分たちのサッカー技術を磨いた。そして3年後、日向小次郎は翼に追いついた。他の選手たちも翼を中心に成長し続けた。翼もまたライバルに追われながら、日本にはもう戦う相手がいないほどに成長した。そのみんなに加え、ドイツとフランスに渡り修行を重ねた美咲と若林、彼らが合流した真の全日本ジュニアユース。彼らはついにここまで来たんだ。しかし、ここで満足しちゃいけない。このドイツジュニアユースを倒してこそ本当の道は開けるんだ。我々の夢、日本のワールドカップ優勝という大きな夢への道、その第一歩がこの大会に優勝してこそ踏み出せるんだ。俺は、よし、みんなミーティングを始める。今日のことは昨日話した通りだが、一通りおさらいしておこう。では頼む。ドイツで注意すべき選手は何と言ってもシュナイダーだ。奴の実力は他の選手とは別格だ。特にブラジル戦の最後に見せたあのファイヤーショットは、正直俺でも止められるかわからん。ディフェンダーはシュナイダーを徹底マークして、送られてくるパスをできるだけ阻止するんだ。いざという時はこの俺が顔面で止めてやるよ。そうだぜ石崎、あんなシュート食らったらただでさえひどい顔がさらに見られねえ顔になっちまうぞ。うるせえ、男は顔じゃねえんだよ、心だ心。ギャッハッハ、石崎は男たい。
そしてゴールキーパーのリューター・ミューラー。彼は体が大きく、シュートを止めるパワーも強い。しかも巨体に似合わず反応速度も抜群だ。生半可なシュートは通用しないだろう。僕たちの基本的な戦い方は、シュナイダーのシュートを極力減らして、ミューラーに何本ものシュートを打ち込むこと。そのためにはどうしても中盤を制する必要がある。だがその中盤にはハイネがいる。あいつのドリブルとパスは翼にも匹敵する。彼に自由にプレーされたら、シュナイダーにボールが渡る機会が増えてしまう。そういうことだね。そうだ。しかしハイネを抑えてもまだシェスターとカルツがいる。今大会2人はボランチで出ているが、本来は攻撃的な選手でテクニックにも優れている。絶対に油断できない相手だ。ものすごく分厚い中盤ですね。いかに翼といえど苦しい戦いになるだろうが、なんとか中盤を制してくれ。頼むぞ。うん、必ずやってみせるよ。翼くん、僕たちもついてる。みんなで戦おう。うん。ドイツは強い。だがひるむことはない。プレマッチの時の君たちとはもう違うんだ。今まで培ってきたものを精一杯発揮すれば、必ず結果はついてくる。自信を持って戦うんだ。いいな。はい。よし、行くぞみんな。ドイツに勝って世界一を勝ち取ろう。この試合、ワールドカップ決勝のつもりで戦うぞ。今日の相手日本はプレマッチでも戦ったが、今の日本はあの時とは全く違うチームだ。しかしだからといって恐れることは何もない。世界最強なのは間違いなく我々だ。自信を持って戦うんだ。いいな。はい。父さん、いよいよだよ。この試合に勝って俺は世界一の選手になる。そして父さんのサッカーの正しさを世界に証明してみせる。シュナイダーさん、気合い入ってますね。目の光がいつもとちょっと違う感じですよ。はいね。俺も今日は人生最高にマジでいきますよ。俺とシュナイダーさんでドイツを世界一に導きましょう。あ、頼むぞハイネ。おいおい、二人だけで盛り上がるなや。ガルツさん。そうそう、シュナイダーだけにじゃなくて俺にもいいパスを頼むぜハイネ。前後のバランスは俺が取る。三人は心置きなく攻めに集中してくれ。ゴールは心配いらん。お前たちは点を取ることだけ考えればいい。ま、何かあったらわしもいるしよ。皆さんよし、みんな行くぞ。チーム全員で世界一を勝ち取るんだ。うん。さあ始まります。第1回ジュニアユースワールドチャレンジ決勝、日本対ドイツの一戦。超満員の場内は常に試合前から興奮のるつぼと化しております。さらに未来のワールドカップ優勝国を占おうかというこの試合の模様は世界中に中継配信されており、まさに世界のサッカーファンが注目しています。今日勝って世界の頂点に立つのはドイツの若き皇帝カール・ハインツ・シュナイダー君率いるドイツか、はたまた日本が生んだサッカーの天才児大空翼君率いる全日本ジュニアユースか。世紀の一戦は間もなくキックオフです。さあどっちが勝つのかな。予想ではドイツが断然有利だけどな。だが戦ってきた俺たちは知っている。日本には底知れない強さがあるんだ。おそらくどちらのチームも
試合の最後の1秒まで気の抜けない試合になるだろうな。ロベルトさん、来てくださると思っていました。あなたは？翼の件、翼をブラジルに連れて行ってくださいということを考えてくれましたか？ええ、でももう一人、翼をスカウトしたいという人がいるんです。アルゼンチンジュニアユースのバルバス監督です。はじめまして。じゃあ翼をアルゼンチンへ？ええ、この大会が終わり次第話をしたいと思っています。でも私たちは賭けをしたんです。賭け？そうです。日本が勝てばロベルトが、負ければ私がスカウトすると。じゃあ日本が優勝すればロベルトさんは翼をブラジルへ？はい。ありがとうございます。残念ですがバルバス監督、日本は勝ちます。え？日本は勝ちます。決勝戦、いつ迎えても気持ちいいものだ。だって明日に力を残すことなく全てをかけて戦えるんだ。でも今日の決勝は今までの中でも一番大きい決勝戦だ。よろしく。いいゲームをしよう。うん、ベストを尽くすよ。まあ頑張ってよ。どれほど成長したか俺が見てやるからさ。しました。ついに激闘の火蓋が切られます。さあ激闘の、シュナイダー、君には負けない。連続突破で勝負だ。翼大空、邪魔だ。連続突破で見せます。ネオタイガー突破、横に飛んだ。ボールはまだ生きている。マックス君、このボールを拾います。チャンスが決まった。ヒューガ君、ゴールを狙う。パントキックで大きく蹴り出した。マーガス君、俺だってドイツのフォワードだ。行くぞ若林、来い。しないだ。カンゴ君、飛び越えた。マーガス君、ボールを奪うことができます。これが日本の中心選手か。このスライディングが決まった。マーガス君、ボールダッシュ成功。飛び越えた。それよし、敵に攻め込みます。マーガス君、激しいタックル。おっと、さすがにやるじゃん。ここは抜かせません。ボールを奪った。おっ、フェイントだ。よし、かわした。シュートだ。マイヤー君、素早く横に倒す。シュナイダー君、怒りの走り。チャージが決まった。いけ、なめるな。おら、マイヤー君、ボールを奪うことができません。くそ、負けてたまるか。チンゴ君、激しいタックル。全日本、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りました。止められない。このタックルは不発に終わります。ヒューガ君、シュート。シュートで押し返しが、ちょっとだけ飛び出します。もらったぞ。体ごとボールにぶつかっていく。俺は諦めたりしないぞ。ゴールを奪えないキーパーなんて
この世にいるわけないんだ。行くぞ、ヒューガ君。翼、お前もあのキーパーから得点を奪うのはあれしかないと感じたのか。今の俺たちならできると。おう、翼。パントキックで大きく蹴り出した。パスを受けた。ゲータ君、激しいタックル、飛び越えた。ライダー君、激しいタックル。マサオ君、ボールダッシュ成功。敵陣へ攻め込みます。あっと、奪い返した。モーラス君、飛んでかわした。リタック君、激しいタックル。ダイレクトでパス、あっと、奪い返した。キャバス君、これはマサオ式のドリブルだ。チャージが決まった。マサオ君、激しいタックル。これは南米式のドリブルだ。ボールは友達、渡しません。逃げを見せて、最大限の力を使った。ドライブシュート。これは3。なんと三浦君、翼君のドライブシュートをいとも簡単に普通のシュートのようにキャッチしてしまった。ふん、大した威力じゃないな。さて、次は誰が打ってくるんだ。ヒューガ君、あのゴールキーパーは。やはり翼にも分かったか。お前は元フォワードで、今も試合を組み立てながら点を狙うストライカーだからな。あのゴールキーパーには隙がない。どこに打っても止められてしまう予感が伝わってきた。あんなゴールキーパーに会うのは生まれて初めてだ。ああ、しかしそれでも俺たちは打ち続けるしかねえ。うん、勝利への道はそれしかないんだ。絶対に点を取るぞ、翼。ああ、パントキックで大きく蹴り出した。マサオ君、ボールを奪った。パスを回す。マサオ君、ここは抜かせません。ジャンプ一番かわしたら、ボールを横にかわす。体ごとぶつかっていった。ドイツ、ここでゲルマン玉を飛ばせてくるのか。ドイツを突き抜けた。マサオ君、ボールダッシュ成功。鮮やかなジャンプ、パスを回す。ヒューガ君、連続突破で見せます。チャージが決まった。やっとすり抜けた。まさか俺が。翼君、これは何人のドリブルだ。ここから一気に攻め込みたい。体ごとぶつかっていった。ハルドビヒト君、ボールを蹴り出します。マックス君、スライディングでカット。敵陣へ攻め込みます。止められない。翼くん、いいチームだ日本。翼だけじゃない。俺が3年前に日本で見ていた選手たちも大きく成長している。君たちも翼と共にあれからずっとサッカーを続けていたんだな。
みんな、いい前半だったぞ。君たちの成長が十分に感じられる戦いだった。ここまで来たらもう何も言うことはない。自分たちの持っているもの全てを出し尽くし、後半を戦い抜いてこい。はい。いよいよあと後半を残すだけ。それでまたお別れだね、翼くん。美咲くん、3年前にも同じことを言ったけど、勝って優勝してお別れしよう。うん。くそ、この一番大事な試合でまだ1点も決められてないなんて、俺は何をやってるんだ。ヒューガ君、焦ることはないよ。まだ後半があるんだ。日本のエースストライカーとして勝ち越しゴール頼むよ。翼。ああ、任せておけ。俺は世界を目指すストライカーだ。決戦の舞台でノーゴールで終わるわけにはいかないからな。そうですよ、ヒューガさんならきっと決められます。信じてますよ、ヒューガさん。いいチームだ、全日本ジュニアユース。試合に出る者もベンチで待機する者も共に勝利を目指して戦うことに一丸となっている。こんないいチームが優勝できないはずがない。なあ、そうだろう、みんな。みんな何をやっている。力の差を考えればこちらがリードしてなくてはおかしいんだぞ。中盤もディフェンスもまだ相手へのチェックが甘いぞ。速やかに徹底的に潰すんだ。は、はい。すみません、そう向きにならないでくださいよ、監督。シュナイダー、今戦っている日本は強いんです。我々と同じレベルの実力と精神力を持った強い相手なんです。しかしドイツは負けるわけにはいかない。俺たちにはドイツサッカーの伝統の継承という目的がある。今まで築き上げてきた栄光の数々、その長い繁栄の歴史、そのドイツサッカーの歴史を日本にそうやすやすと変えさせるわけにはいかないんだ。そうだろ、みんな。うん。シュナイダー、みんな行くぞ。ヨーロッパの名誉にかけ、必ず優勝をドイツに持ち帰るぞ。うん。ミューラー、前半は助かった、後半も頼むぞ。心配いらん、相手が誰であろうと俺は一点もやらん。その実力がついたからこそ先生は俺に山を降りる許可をくれたのだからな。先生か。俺も父さんのためにこの試合必ず点を取り、そして勝つ。そういえばハイネの姿が見えないな。そういやそうだな、どこ行ったんだ。まさかあいつ。くそ、あと少し、あと少しの我慢だ。俺のため、シュナイダーさんのため、そしてドイツの世界一のために。持ってくれよ俺の足。やっぱりな、そういうことだと思ったぜ、カルツさん。こないだのブラジル戦で浮き傷を痛めたんだろう、無理しやがって。カルツさん、みんなには黙っていてください。何？俺はまだいけます。あのドイツの大会の決勝の時みたいに、俺の怪我でチームを負けさせるわけにはいかないんですよ。あいつめ、いい根性してるじゃないか。いよいよわしも勝負時かもしれんな。
よし、時間だ。さあ行くぞ、みんな。勝って絶対に優勝するぞ。おう。今の翼は全国中学生サッカー大会の決勝の時に似てる。あの時の翼は勝つことだけに執念を燃やして無茶なプレーを繰り返していた。今日もこの後そんな風にならなきゃいいけど。ロベルトがまだアメリカにいるのかどうか、この試合を見てくれているのかどうか、それは分からないけれど、俺は必ず勝つよ、ロベルト。勝って優勝してロベルトの待つブラジルへ殴り込みをかけるんだ。翼。片桐さん。ノートの52ページだ。え、ノートの52ページ。でもまた後でな。ノートの52ページ。俺のために書いてくれたサッカーに関するノートのことさ。そうか、そういうことか。わかったよ、ロベルト。52ページの意味が。ちょっと長いけど、それじゃあ。翼、なぜサッカーはこんなにも楽しいんだろう。世界中で最も愛され親しまれているスポーツ、サッカー。俺が思うに、それは最も単純で最も自由なスポーツだからじゃないだろうか。グラウンドに立てば監督からのサインなど何もない。自分で考え、自分でプレイする。何にも縛られることなく、他の10人の仲間たちとただ一つのボールを目指し戦うスポーツ、サッカー。サッカーは自由だ。グラウンド中央、ボールを持ったらどうする、翼。何をしてもいいんだ。ドリブルしても、パスしても、シュートしても、何もしないで止まってたっていい。パスだって前にも横にも後ろにもどこだって OK。 それはドリブルだって一緒だ、翼。サッカーは自由だ。俺はそんなサッカーが大好きだ。だから翼にも、サッカーをやり続けるならば誰よりもサッカーのその楽しさを愛してほしい。これがノートの52ページ目の内容さ。君もきっとサッカーが大好きだと思う。だからこのことをぜひ覚えておいてほしい。さあ、もう後半が始まる。行こう。さあ、注目の後半戦。マックス君、ロングパスを受けます。かわして振り切った。ノートの52ページ。片桐さんにノートを見てもらったことはあるけど、ページ数まで覚えているはずはない。片桐さんが試合前にアドバイスを預かっていたなら、今になって言うのもおかしい。それに
今のアドバイスは後半に臨む今の俺に必要なものだ。つまりロベルトはこの試合を見てくれている。俺の試合を見てくれているんだ。ロベルト、やっほー。これは南米式のドリブルだ。翼くん、いきなりエンジン全開。ここから一気に2秒を乗せて。翼くん、これはエアドライブシュート。最大限の力を込めたドライブシュート。鮮やかにゴール。俺たちを通していく。タッフ、カルツ君、ロングパスを受けます。ハルドビッヒ君、ここ今の俺はマジだぜ。チャージが決まった。全日本、ここは全力のプレーで勝利を掴み取りに来た。翼君、ボールは友達渡しません。これはオフサイドです。ドイツ、この位置からのフリーキック。ハルドビッヒ君、さあ、できました。さあ、大ソロ。バカだ、これは南米式のドリブルだ。ハルドビッヒ君、激しいタックル。ここは抜かせません。よく振り抜けた。シュート、パントキック、どこまで運べるか。翼君、ここは抜かせません。ボールは友達渡しません。これは南米式のドリブルだ。マイヤー君、スライディングでカット。マサ君、ここで止めた。飛んでかわした。翼君、これは南米式のドリブルだ。ボールは友達渡しません。体ごとぶつかっていった。シュナイダー君、ものともせず突き進む。ソーダ君、激しいタックル。ボールを狙う。どうだ。ヒューラ君、ここはパスを出した。翼君、得意のヒールリフトで抜いた。これは南米式のドリブルだ。翼君、目を乗せて。これは最大のドライブシュートだ。ドライブシュートだ。たやすく止めた。パントキックで大きく蹴り出した。翼君、余裕だね。ここは抜かせません。翼くん、なんだこれは。南米式のドリブルだ。どうだ。何、もらった。もらったぞ。ソラ、もらった。まさか。ソラ、よし。なに、いくぞ。こいつに目を乗せて。渡しません。翼くん、エアドライブシュート。三浦くん、ボールはまだ生きている。どうだ。翼くん、ここでボールを受けます。ボールを奪った。よく人気を受けた。敵陣を切り裂く。それ、ここからシュートに持っていく。これはキャッチできない。こぼれ球をキープ。シェスター君、ボール、君に負けるわけに。調子に乗るなよ、日本。用事を。どういうこと？よっしゃ、行くぞ。日本にヤマト魂があるなら、俺たちにはゲルマン魂があるんだ。残り時間、今こそゲルマン魂を発揮する時だ。みんな、カルツに続くぞ。ドイツ、わしの仕事、邪魔はさせんよ。ミハス、ここは抜かせません。翼くん、これは南米スクールドリブルだ。ボールを奪った。余裕だね。ほら、ここで奪った。あの時の借りは返したぜ。翼くん、ここは抜かせません。飛んでかわした。シュナイダー君、怒りの発信だ。チャンスが決まった。こ
ここでオフサイドの判定。くそ、ドイツ、この位置からのフリーキック。またカルツン、パスできました。さらに回り込んでるぞ、横からステップは。そうね、またしてフリーキック。マテザ君、激しいタックル。全日本、ここは全力を振るえるか。勝利を掴み取りに来た。もらったぞ。三崎君、激しいタックル。なんだ、一人じゃ大したことないね。チャージが決まった。翼君、これは何名式のドリブルだ。ボールは友達、私の君、最大限の力を振るが、最後にここだ。三浦君、ゴール正面でこのシュートを迎える。俺は世界を長いパスが通った。ヒューラー君、ここは抜かせません。後半もすでに30分が経過。くらえ、ここからゴールが生まれるのか。鋭いスライディング、パスを回す。マサオ君、激しいタックル。マサオ君、翼君、これは南米式のドリブルだ。得意のヒールリフトで抜いた。翼君、ボールは友達、渡しません。全日本勝ちました。チーム一丸となって手にした大きな勝利です。そうだ、全日本ジュニアユース世界制覇達成。勝った。優勝、俺たち勝ったのか。翼くん、世界一だ。世界一になったんだ。今イレブンが翼くんの元に駆け寄ります。やった、勝ったぞ。優勝だ、俺たちが優勝したんだ。全日本が優勝したんだ。翼、お前ってやつは本当にすげえやつだよな。こっち正面、石崎くん。その通りだよ。これはみんなの力で勝ち取った優勝なんだ。世界一、俺たちの夢は叶ったんだ。よかった、サッカーをしてきて本当によかった。おめでとう日本。今日のところは素直に祝福しよう。優勝か、すごいや。さすがだぜ翼。日本、優勝にふさわしいチームだ。場内からもご覧の声援、拍手喝采です。負けた。
のか。負けちまったんだな、本当に。こいつはちっと答えるな。ちくしょう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 。泣いています、全日本ジュニアユースの選手たち。思い思いの考えにふけっています。ジュニアユースワールドチャレンジ優勝、彼らは今世界一の栄冠に輝いたのです。まさに日本サッカー界の快挙、選手たちこれは嬉しいでしょう。しない。誰も文句は言わない、君たちがナンバーワンだ。しかし悪いが、ユニフォームの交換は今回は見送らせてくれ。なぜなら俺たちの戦いは今始まったばかりだからだ。うん、次はワールドカップで会おう。ああ、今度は負けない。若林、この借りはドイツのリーグですぐ返す。ああ、しかし俺も負けないぜ。さあ行こう、みんな。俺たちは正々堂々、持てる力を全て出し尽くして戦ったんだ。誰にも恥じることはない。胸を張って帰ろう。日本より一足早くピッチを去ります、ドイツジュニアユース。その準優勝チームドイツに今健闘を称える拍手が場内から湧き上がっています。泣くな、みんな精一杯やったんじゃないか。この屈辱はこれからの君たちのサッカー人生で十分返せるものだ。くよくよすることはないぞ。このドイツジュニアユースというチームは今日でその役割を終える。がしかし、今度はユースまたはナショナルチームで再び君たちが集まれるよう私は期待している。君たちの未来はこれからだ。この悔しさをバネに、これからもみんな頑張ってくれ。はい。さあこれより第1回ジュニアユースワールドチャレンジ閉会セレモニーが始まります。その栄光の初代王者日本が今大歓声に迎えられて入場です。振り返れば日本はここまで苦難の連続でした。プレマッチでは世界の壁にぶつかり、チームの雰囲気も決して良くなかったと聞きます。そして始まった大会の予選リーグも優勝候補に挙げられる強豪揃いのリーグに入り、厳しい戦いを強いられました。その予選に勝ち残って臨んだ決勝トーナメントでは、南米の雄アルゼンチンと欧州の伝統国フランスを激闘の末に下し、そして今日優勝候補筆頭のドイツに勝ち、
ついに栄冠を手にしたのです。この厳しい戦いに勝利することができたのは、選手たちのピッチ上での懸命なプレーだけが理由ではありません。試合に出ている選手も出ていない選手も、チームの全員が世界一への熱い思いを抱き、一丸となって戦ったからこその結果なのです。全日本ジュニアユースの優勝、それはまさにチームワークの勝利です。優勝チーム代表大空翼くんに今優勝カップが手渡されます。やりました、日本、ついにジュニアユースクラス世界一に輝きました。え、スピーチって言われても困ったな。翼くんが思った通りのことを言えばいいんだよ。うん、皆さん大きな声援ありがとうございました。僕たちはこの大会に優勝しようと頑張ってきました。その夢が叶って今嬉しさでいっぱいです。だけど僕たちの本当の夢はワールドカップに優勝して真の意味で世界一になることです。日本のワールドカップ優勝、それは一生叶わない儚い夢かもしれない。でも夢を追うことは自由です。そして夢に向かって頑張ることは素晴らしいことだと僕は信じています。俺たちはいつまでもその夢に向かって走り続けます。そして注目の大会 MVP は、さらに翼くんは得点王との2冠を達成。翼くんの見事な優勝スピーチの後は、全日本ジュニアユースチーム選手たちのビクトリーランです。おめでとう、ロベルト。悔しいが賭けは君の勝ちだ。ん？ロベルトは？あれ？さっきまでそこにいたんですけど。網膜剥離という目の病気で、俺の人生の全てだと言い切れるサッカーを断念せざるを得なくなったあの頃、俺はショックから生きる気力を失い自暴自棄になっていた。そんな時、俺は日本で翼、お前に出会った。俺は翼にサッカーの技術を教えた。そして代わりに、俺は翼から夢を持ち生きることの素晴らしさを教わった。サッカーができなくてもサッカーを教える喜び、素晴らしさ、それを翼のおかげで知ることができたんだ。それなのに俺は、全国大会に優勝したらサッカー王国ブラジルへ連れて行くという翼との約束を破ってしまった。許してくれ翼。俺はあの時
まだそこまでしてやれる自信も勇気もなかったんだ。しかし今は ロベルトさん、片桐さん、翼に会ってくださるのですね。はい。ではこれをどうぞ。ロベルトさんの情報を登録した ID カードです。ロベルトさんの所属チームに事情を説明し、チームから正式に申請してもらって発行してもらいました。このカードがあればピッチに降りることができます。その手配を片桐さんが。はい、翼をよろしくお願いします。ありがとう。ビクトリーランを終え、選手たちがベンチ前まで戻ってきました。さあみんな引き上げるぞ。宿舎に帰って宿長会だ。おう！あ？ロベルト。翼。ロベルトだ。なんでここに。翼くん。優勝おめでとう、翼。見事だったぞ。ロベルト。目は大丈夫なの？ああ、大丈夫だ。ロベルト。俺、中学を卒業したらブラジルへ行くんだ。ああ、ブラジルで日本から送られてきたお前のビデオを見た。そして今日はこの目ではっきりお前のプレイを見た。ゲームを組み立てながら得点を狙うプレイ、そしてチームをまとめるキャプテンシーも、どれをとっても本当に見事だった。よくここまで成長したな、翼。ロベルト。お前の世界一のサッカー選手になる夢、俺にも手伝わせてくれないか。ロベルト。じゃあまたロベルトのサッカーを教えてくれるんだね。もちろんだ。俺ずっと信じてた。サッカーをやって上手くなれば必ずロベルトに会えるって。ただいま。おいおい、ここは家じゃねえんだぞ。おっと、そうだった。でもつい行っちまうんだよな。気持ちはわかるぜ。もう長くここにはお世話になってるからね。家みたいな気分だよ。けど明日にはもう日本に帰るんだよな。そうか、もう明日か。せっかく毎日楽しかったのに、また離れ離れだと思うとやっぱりちょっと寂しくなるね。でもきっとまた会えるよ。サッカーを続けていれば必ず。うん、そうだね。だからこそ今晩は祝勝会を思いっきり楽しみましょう。こんな時にまで勉強のこと考えるか？今日くらいは勉強を忘れてもいいんじゃないかな。心配だったら明日の帰りの飛行機の中で勉強を見てあげるよ。それじゃ祝勝会会場へ突撃。父さん、ごめん。俺は世界一になれなかった。父さんのサッカーを世界に証明することができなかった。
これは父さんから。もしもし父さん。カール、試合見ていたよ。惜しかったな。うん。いいんだカール、お前は精一杯戦ったじゃないか。今日の借りは次の機会に返せばいい。お前は若いんだ、まだチャンスはいっぱいあるさ。うん。それに優勝してしまったやつより2位の方が期待甲斐があるってものだ。え？実は今度カールと同じチームにわしもコーチとして行くことになった。本当に父さんがバイエルンに？ああ、バイエルンの監督フェルスターが誘ってくれたんだ。監督が？カールが頑張っているんだ、わしも負けていられない、そう思ってな。だからバイエルンでは一緒に暮らそう。母さんとマリーと家族でもう一度一緒に。父さん、本当に今まですまなかった。ありがとうカール。シュナイダーさん、よかったですね。どうやらシュナイダーの悩みは解決したみたいだな。カールさん、いきなり驚かさないでくださいよ。というかカルツさんも気づいてたんですね、シュナイダーさんのこと。あったもうよ、わしとやつの付き合いは長いんだぜ。幼なじみでずっと同じチームですもんね。そりゃそっか。ところでわしらは明日ドイツに帰るが、お前さんはどうするんだ？俺はアメリカに残ります。足の怪我が再発しちゃったんで、もう一回治療しないと。あのリハビリまたしなきゃなんないのか、めんどくさいな。仕方ねえだろ、自分で選んだ精一杯のプレイの結果なんだ。まあ覚悟はしてましたからね、地道に頑張りますよ。でも俺が帰らないとドレスデンで待ってるファンの女の子たちが悲しむだろうな。お前さんが帰った頃にはそのファンもシェスターに夢中になってるかもしれねえぜ。カルツさん、微妙にありそうなこと言わないでください。ま、頑張って治療しろや。そしてまた代表で会おうぜ。ええ、また必ず。明日の練習メニューはこれでいいかな。練習メニュー作り付き合ってくれてありがとう。たけし、元気か？ヒューガさん、
高等部のサッカー部の練習が早めに終わってな。ちょっと時間ができたから来てみたんだ。どうですか高等部の練習は。どうってことはないな。俺や若島津、反町には物足りないくらいだ。さすがですね。今年の全国中学生サッカー大会、東邦学園の V2 がかかってるからな。たけしもお前も頑張れよ。はい、必ず V2 達成します。いや、お邪魔するよ。片桐さん、今日はどうしたんです？近くまで来たから視察がてらちょっと寄ってみたんだ。ヒューガ、高校サッカーの中心は間違いなく君だ。黄金世代の伸びは君が彼らの前に立ちはだかれるかどうかにかかっている。頼んだぞ。任せてください。翼のいない日本で俺は誰にも負けるつもりはありません。ああ、期待している。今年の全国中学生サッカー大会は君と沢田、君たちが中心になるだろう。だが新田や佐野、他にも日本中の選手たちが君たちを超えようと必死に努力しているはずだ。彼らに負けないように頑張れよ。はい、頑張ります。それじゃあみんな、またユースの大会で会おう。